いい球だね。いい球だ。今見てて。少年野球の MVP だよ。プロだよ、プロ。守備に見てたらプロだよ。かっこいいよね。少年野球で、少年野球のままで、そうあいつ少年野球しかやってなかった。そのプレーができないし。だから基礎がなって。これが頑張ってきたね。毎日反復横、反復練習じゃん。ノックみたいなやつがすごい。MVP を取るようなやつが。テルちゃんに行くとさ、こうボールのこうね、こうバットがこうなってボールが置いてあるような症状みたいなのがパッと。あれ全部弟になる。じゃあ打つ方ができるんですよ。ホームラン、何本か。リストがついてる。手首が異常に強い。待てな。待てな。閉まってる。やっぱり筋肉勝てない。体が勝てない。筋肉が柔らかい方がいいんですか。体が硬い。よく言うのは体が硬いと怪我しやすい。それが素人に当てはまるかどうかは知らないけど、よく言われるのは落ちてるから運動商売としてるわけじゃないか。でも俺も厚木に住んでたことあるね、3年ぐらい。その時は野球です、少年野球。ただ小学校の低学年の中はもうなんかわーっつって遊んでるような。でも練習はしたんだけど、してないんだよね。1、2年じゃもう覚えてないですよ。
って新宿にもう一回戻ってきて一回あのうちの父ちゃんの転勤が次行って戻ってきたのよまた、うん、そしたら町にさ野球チームがなくてさ、うん、あいう、うん、野球やめちゃって、まあ新宿そうそううちの町だけなあの内藤町ってことご覚悟。